がかかってやがる。落ち着け兄ちゃん、鍵は衛兵が持ってるはずだ。兄ちゃんが引きつけてくれたら、その隙に私が抜き取ってやるよ。よし、いい。異常なしだ。おーい、衛兵さん。どうした、何かあったか。そうなんです、なんか怪しい影を見たんですよ。怪しい影だと。そうなんです、怪しい黒い影が教会に忍び込もうとしてたみたいなんです。いや、そんなはずはない。俺はそんな影は見てないぞ。そうですか、あれは気のせいだったのかな。すみません、最近疲れてるみたいで、俺の見間違いだったかもしれません。ま、そういうことはあるさ。疲れてるなら早めに家に帰って休むといい。そうっすね、そうさせてもらいます。兄ちゃん、こいつを使ってくれ。ここで鍵を使って、こちらも。よし、こいつで試してみよう。せーの、そりゃ。何事だ。なんだ、荷物が崩れたのか。それにしてもめちゃくちゃじゃないか。何があった。積んであった荷物が崩れたのか。でもこのままってわけにはいかないよな。異常なしだ。おっ、悪いな、レム。扉の前にサクラがいるせいで、フェルトが身動き取れねえんだ。サクラに話しかけて、あいつの注意を引いてくれねえか。わかりました。サクラ様に声をかけてみます。ああ、頼んだぞ、レム。こちらも異常はないな。サクラ様、少しよろしいですか。バリーナ、異常なしだ。あら、スバルちゃんといつも一緒のレムちゃんじゃないですか。一人で来るなんて珍しいですね。ちょっと今日はサクラ様とお話がしたかったものですから。私とお話？一体どんなお話でしょう。いえ、大したお話ではないのですが、
ちょっと世間話でもどうかなと思いまして。レムはさくら様とお近づきになりたいと思っています。あら、嬉しいですね。私もレムちゃんとお近づきになりたいです。兄ちゃん、ここまで来たらあと少しだ。ああ、早いとこ終わらせてえが、焦りは禁物だよな。もちろんだ。ここからが重要だ。慎重に進もうぜ。こちらもいい。この辺でいいですか？十分お近づきになれたはずですよ。扉が開いてる。誰かいるのか。レム、フェルトが潜入に成功した。あとはフェルトに任せて、俺たちはズラカルトしよう。わかりました。あとはフェルト様にお任せしましょう。それで酒場に向かうんですよね。ああ、俺は予定通り酒場に向かう。でもレムが酒場に来るのはなしだ。スバル君、心配なのはわかる。でもここは俺が一人で行くべきだと思う。ティーガを警戒させないためにもレムはいない方が話しやすいんだよ。分かってくれ。ですが、もしスバル君に何かあったら。もしもなんてねえよ。少なくとも俺はそう思ってる。それよりも、せっかくフェルトまで協力してくれたのに、ティーガからいろいろ聞き出せない方が問題だ。あいつはきっと話せるやつだ。それにあいつは丸腰で弱者な俺に危害を加えるようなやつじゃねえよ。わかりました、スバル君。スバル君がそこまで言うのでしたら、レムはおとなしく同行をご遠慮します。ありがとうな、レム。勝手に扉が開くなんておかしなこともあるもんだ。やけに外が騒がしいな。侵入者でも現れたか。おい、兄ちゃん。え、フェルト様。どうしてフェルト様がここに。まあ細けい話はなしだ。なぜ時間がねえ。要件だけ伝えさせてもらうぜ。マイフレンドだっけか。とにかくそのマイなんとかってのが酒場で待ってる。マイフレンド。なるほど、スバルか。スバルが酒場で待ってるんだな。ああ、兄ちゃんとサシで話がしてえらしい。サシで。ああ、だからサクラって姉ちゃんには内緒だ。バレずに出てこられるか。わかった、なんとかしてみよう。保持、保管、保存、クハハ。頼むぜ、フェルト。
おい、こっちだ。おっと、ちゃんと待ってたみてえだな。じゃ、きっちり話してこいよ。はい、フェルト様、ありがとうございました。何があるんだかわからねえが、せいぜい強く生きろよ。兄ちゃんもな。あんなに可愛らしい方なのに、やっぱり応戦候補者だな。圧倒されたよ。俺も同感だ。すっかり押し切られちまった。王国の未来は明るいか。フェルトみたいなのばっかりってのも、それはそれとしてゾッとしねえぞ。さて、それで、ただの夕食の誘いじゃないんだろ、マイフレンド。ああ、来てくれて安心したよ。正直、不安だったんだ。おいおい、らしくないな。俺とスバルとの仲じゃないか。おい、スバル。とりあえず座ってくれ。で、話をしよう。わかった。大事な話みたいだしな。偽の応戦候補者はメルティちゃんだな。安心したぜ。いきなり切りかかっては来ないんだな。まだ聞き間違いだったで済む範囲の状況だと思ってるよ。それにこの場にわざわざ俺だけを呼び出して、スバルも一人で待ち構えてた。これをそっちの誠意だと受け止めたい。レムを説得するのは、そりゃもう骨が折れたぜ。俺の隣にレムがいたら、お前の安心が買えなかっただろ。今日のキャラバンとの交渉もだけど、アナスタシア様から薫陶でも受けたのかい？あの方針紹介の会長から一番弟子として免許改伝の証を。あ、いや、やっぱやめとこう。下手なこと言うと名前を使った利用料を取られそうだ。したたかなことだな。それにしても、スバル、さっきの発言は本気か？今度はもう聞き間違いじゃ済まないぞ。あいにく俺も言い逃げする気はねえよ。俺の意見はもう曲がらない。メルを偽物と呼ぶんだな。ああ、そうだ。それにお前らがいろいろと画策してるのもサルムたちのことも分かってる。
どこでそれをって聞くのは重要なことじゃないな。サルムたちのことまで知ってるならなおさら言い訳はできないさ。そうか。ただこれだけは言わせてほしい。これはメルが望んでやってることじゃない。メルは誰かを傷つけたりましてや死なせたりできる子じゃないんだ。あの子の発言にほとんど嘘はなかった。スバルやエミリア様と仲良くしていたことだって決して嘘なんかじゃない。もちろん今さらこんな都合のいい話信じてもらえるかなんてわからないが。いや信じるよ。え？信じる。お前の言うことを信じるよ。メルティちゃんは誰かを傷つけられるようなそんな子じゃないさ。それはお前もそうだろ。俺はどうかな。メルのためなら悪魔にもなれる。そのつもりだから。ここは素直にうなずいとけよ。まったく締まらねえやつだな。悪い悪い。一言多いのが俺の悪いところだ。だけど、あ、ありがとう。お。それで。改めて質問し直しだ。なんでこんなことを始めた。全部さくらの差し金なのか。そこまで分かってるのか。こんなこと言ったらなんだが、あの女の擬態は完璧だったはずなのに。俺もすっかり騙されてはいたよ。気づけたのはまあたまたまだな。たまたまって大したたまたまだな。サクラは誰の命令で動いてる。神竜教会は全部真っ黒なのか。待て待て、落ち着いてくれ。聞きたいことが山ほどあるのはわかるけど、全部答える時間はないんだ。時間がない。こうして抜け出してこれたのも多分かなりギリギリなんだよ。フェルト様のおかげで怪しまれてないが、妙に教会の空気が。早い話、サクラのやつがピリピリしててさ。今も何事もなければいいんだが。まさか尾行されたりは。それはないと思う。あいつは信用しきってるからな。信用って、お前やメルティちゃんを。いや、そうじゃない。俺やメルが恐怖で縛られて抗えないって、その心の弱さを信じきってる。本気で嫌な信用だな。
これはもうあいつとは顔を合わせるわけにはいかないな。そんなわけで下手に疑われたくない。だから手短に答えさせてもらう。まず、さくらは誰かの命令で動いてる。何度か話を盗み聞きした感触だと、どうもお母様って相手がそれらしい。お母様か。これも聞いておきたいんだが、さくらと魔女教には関係があると思うか？魔女教？また随分と突飛な発想だな。俺の知る限りって注釈がつくけど、少なくともさくらのやつを魔女教徒と思ったことは一度もないよ。あの性格の悪さを考えるとそう思いたくなる気持ちもわかるけどさ。そうなのか。いや、今はいい。ひとまず保留だ。それで他に分かってることは？お母様については詳しくは分からない。ただそれが神竜教会の大本営じゃないってことは確かだと思うよ。確かってどうしてそう言い切れる？一度は評議会にも忍び込んだんだ。そうまでして調べたことだし、真実だって思いたいところだ。評議会って教会の偉いところに？それ一人でやったのか？残念だが他には誰も信用できなかった。これは言い方は悪いが、メルも例外じゃない。お前がメルティちゃんを信用できない？そんなのってあるんだ、そういう深い事情がね。奴らの手の内から逃れるためならできることは一通りしてきたつもりだ。評議会への侵入もその一環だよ。誰が俺たちの敵なのか見極めなくちゃ、何と戦えばいいのかもわからない。だから俺はずっと一人で戦ってきた。大変だったな。大変だったね。まだ過去形にするには早すぎる。何も終わったわけじゃないんだから。可愛げのないやつだな。俺の膝を借りて盛大に泣きじゃくれよ。そんな恥ずかしいことができるかよ。いたんだよな、そういう恥ずかしいやつが。実際にとにかく分かった、お前から見て教会は多分敵じゃない。さくらに利用されてるだけ。それも正確にはさくらじゃなく、その裏にいるお母様ってやつだな。それが俺たちの共通の敵。それとウォルフだ。ウォルフは俺たちの敵だよ。これは変えようがない事実だ。待てよティガー。だけどウォルフの正体は？ああ、スバルの思う通りだよ。サルムがウォルフだ。あいつがプーカの力を借りてる。そしてメルティちゃんの兄貴でもある。おいおい、そこまで知ってるのか？本当にどんな調査力なんだよ。まさか俺の母親の名前まで知ってるのか？茶化すな、聞いてて痛々しいんだよ。それより
ちゃんと話してくれ。はあ、その通り。メルとサルムは兄弟だ。昔から本当に兄弟仲のいい二人でさ。メルは何かにつけてサルムを頼るから、子供心に俺は対抗心を持ってたっけ。そんな頃からの付き合いなのか。本当に幼馴染なんだな。ああ、そうさ。幼馴染。俺があの村に、ファラダールに迷い込んだ日から、ずっとメルとは一緒だったんだ。なんでなんだ。どうしてメルティちゃんが担ぎ出された。あの子じゃなきゃいけない理由なんて一体どこにあるってんだ。そもそも人を騙すなんて向いてない子だ。すぐにボロが出るに決まってるのに。メルは嘘をつくのが下手くそだからね。メルやサルムは代々特別な力を持つ種族の出身なんだよ。特別な力？それってサルムの包帯の下と関係あるのか？包帯の下を見たのか？あ、いや、それは今更か。あ、そうだよ。包帯の下と関係がある。包帯の下、魔眼の力だ。魔眼。待てよ、二人が特別な出身ってことは、まさかメルティちゃんにも同じ力が。いや違う、それよりも得意だ。メルが生まれ持った力はもっと強力なんだ。それがサクラや黒幕の狙いだった。メルの持つ魔眼の力は人たらしと呼ばれている。人たらし？それってそれって大体スバルの想像通りだよ。ただ人にちょっと好かれやすくなる力、それが人たらしって魔眼さ。笑っちゃうだろ。だけどこれが笑い話にできない。人に好かれるってのは確かな力だから。そうだな。人たらしの条件はメルに触れられること。メルに手を握られでもしたら、それであの子を嫌える人間はいない。そうか、だからどれだけの人間が。それこそ希少の輝きが本物なのかどうか、それを調べた検査員だって。ごまかせる、事前に触れておきさえすればな。メルが奴らに重宝される理由もこれで説明がつくだろ。ああ、とんでもねえ力だ。人たらしの魔眼はメルたちの種族でも数百年間現れなかった伝説的なものらしい。大昔同じ魔眼を宿した先人がいたらしいが、
そちらも結構な被害を生んだそうだよ。そっとしねえな。一目見ただけで見た人間の呼吸が止まったそうだ。本当にゾッとしねえな。だからさくらたちはメルティちゃんを手放さない。その力でさくらをどうにかできないのか。誰も抵抗できない力なら。それは難しい。まずさくらはメルを警戒している。触れること自体が困難なんだ。そしてそれ以前に、そもそもメルはさくらに逆らえない。逆らえない？言っただろ、メルは魔眼の持ち主だ。だが魔眼がどこかにあるように見えたか？魔眼って普通に顔の目じゃないのか？いや、でもサルムの場合は両手の手のひらについてたわけだから。そう考えるとメルティちゃんの魔眼はどこにあるのかちっともわからねえな。服の下ならお手上げだけど。そこまで確かめさせるのはできないな。もともとメルの魔眼は手にあった。兄貴のサルムと同じでさ。でも今はないよな。メルティちゃんの手だったら俺だってもう何回もこの目で見てる。消された、いや隠されたんだ。魔眼があると異能の存在を蹴取られる。それが都合が悪いからって。隠されたって言っても体の一部だろ。それをどうやって？お母様だったらしい。お、さくらの裏にいるお母様には人間の体を作り変える魔法。違うな、あれはそんなものじゃない。もっと異質だ。そいつはメルの体を作り変えたんだ。その結果メルの手にあった魔眼は隠され、それだけじゃなく、それだけじゃなく、メルは食事ができない体にされた。は？食事ができないって、それってどういう意味なんだ？言葉のままだよ。メルの喉、食べ物の通り道、そこを塞ぐ形に作り変えられたんだ。食べ物の通り道って食堂？不思議なもので喉を塞いでも呼吸するのは困らないらしい。前にさくらに自慢げに教えられた。でも飯が食えないならどうしてるんだ？まさか食事のたびに体を元通りにして、それが済んだらまたいじられる？そんな手間のかかることはしないさ。ある虫がいてね。虫？妖魔虫なんて呼ばれてるらしいが、詳しいことはわからない。多分お母様とやらが作った生き物だ。その虫がメルの食事係をしてる。
虫が体内に溜め込んだマナーは針でメルに直接注入するんだよ。あれは地獄だ。俺も同じことをされたことがあるが、とても耐えられるものじゃない。許せない。それをずっと見過ごしてきた俺自身も。ティーマ、正直何も言ってやれねえよ。分かったような口を叩くにゃ、お前らの経験は過酷すぎるから。何も言わなくていいさ。分かったように言われる方がずっとずっと息苦しい。そうだ、お前はメルティちゃんのためにそこまで尽くしてる。それも人たらしの。いや違う、俺には人たらしの魔眼の効果がない。人たらしの魔眼に限らずね。あ、俺のこれも生まれつきの体質だが、俺の体は他者からの干渉を受け付けない。魔法の強化も弱体化も何もかも、それは肉体と精神両方そうだ。だから、そういうことか。だからお前エミリアの認識阻害ローブの効果が通用しなかったんだ。認識阻害ローブ？エミリアが被ってる白いローブだよ。あれは被ってる人間の素性をごまかす効果があって、初対面の時に。ああ、俺には普通に見えてたからね。なるほど、それが違和感のきっかけか。スバルは最初から俺を疑ってた。気になった理由の一つではあるかな。けどお前を疑ったことはあんまない。なんでだろうな。多分最初からお前とは仲良くなれそうな気がしたんだ。恥ずかしいやつだな、スバルは。ほっとけ。しかしお前のそれって加護なのか？そうだよ、鈍感の加護ってものらしい。かっこ悪いから説明したくないんだが。鈍感の加護、確かにすげえダセえな。それこそほっとけ。メルティちゃんはその加護を？知らない、メルには伝えてないんだ。どうしてか聞いてもいいか？簡単な話だよ。俺に勇気がなくて、そしてメルが人間不信だからさ。あの子にはそぐわない評価だな。でも本当のことだ。メルは自分が触った相手のことしか、魔眼の影響にある相手にしか心を許せない。何がどうとかじゃなく、そういう風に育ってきたんだから。そろそろ時間だ。これ以上は怪しまれる。これだけは聞かせてくれ。お前たちがサクラに従うのはメルティちゃんを助けたいからだよな。俺とサルムの目的はそうだ。ウォルフとプーカは正直わからない。もしも俺がメルティちゃんの喉を、食道を何とかする手段を思いついたら、お前らは俺たちの味方になるか？なんとかできるのか？わからねえ。方法はこれから考える。そうか。でもそうだな、もしもそれが叶ったら俺はお前たちの味方になれる。だけど
だけど、俺たちが味方になれてもメルのことが救えるとは限らない。人質にされたのが自分の命だけなら、メルが奴らの言いなりになるとは考えにくい。メルを救うにはまだ足りないんだ。それがわからない限り、俺はきっとお前に剣を向ける。あと一歩、説得材料が足りない。スバル？お？スバル君、お疲れ様でした。ティーガとはちゃんと話せた？エミリアタン？なんでここに？レムには待っててくれって頼んだけど。お城の用事が終わって戻ってきたら、宿にラムしかいないんだもの。それで話を聞いたらここだって。外で待っていたところ、エミリア様が迎えに来てくださったんです。なのでこちらでお待ちしていました。そうだったのか。そりゃ寒空の下で悪かった。二人とも大丈夫か？え、大丈夫。お城ですごくいろいろ言われたけど、ちゃんと我慢できたから。前もってクルシュ様やアナスタシア様からお話が聞けていてよかったです。それでスバル君の方は？ああ、ティーガとは話せたよ。いろいろと聞けたこともあるんだけど。スバルの悪い癖。え？何でも一人で抱え込んで、それで解決しようって頑張ってる。でもそれじゃあ重さに潰されちゃう。前にも同じことがあったでしょ？それは。それともまた膝枕する？ブルフ、エミリアタン？いいえ、それはダメです。今度はレムがスバル君を膝枕したいです。ちょレムさんほらね、もうスバルにはそれはできないの。だから諦めて話した方がいいと思うわ。エミリアタンには勝てねえな。わかった、歩きながら聞いてくれ。で、一緒に考えてほしい。はい、任せてください。それで考えることって？そうだな、それはみんなが幸せになる方法かな。それってすごく素敵なことね。記録しておきます。いい朝ね。ああ、そうだな、朝も早くから姉様爆発って感じだ。はい、姉様はどんな朝も完璧です。きっと今日の姉様は昨日までのどの姉様とお比べしても完璧以上かと。まったく褒めすぎよレム。でもそのぐらいの方が心地いいわ。何せ大役を仰せつかっているもの。ラムったらすごいやる気ね。でもすごく心強いわ。当然です、昨日はご一緒できませんでしたから。ロズワール様の準備が整い次第ラムたちは動くつもりです。エミリア様はどうされますか？私も宿で待っててもいいって言われてるんだけど。一緒に来るの一点張りでな。まったく
EMG エミリアタマジ強引だ。昨日の夜のこともあるでしょ。レムがいたら大丈夫だと思いたいけど、私もいた方がいいかもってね。そうですね、レムも後ろには目がついていませんから、エミリア様がご一緒ならとても心強いです。ほらね、だからスバルも頼りにして。俺はいつだってエミリアタンやレムには助けられてんだが、それで食い下がるのも野暮って話になるだろうからな。それなら今回も同じ、頼りにしてもらって大丈夫です。よし、わかったぜ。エミリアタンとレムは俺と一緒、ラムは昨日も言った通り。ロズワール様と調整のために動くわ。色良い返事はいただいているけど、場所の都合もあるでしょうから。たく、本当に頼りになるぜ。それじゃよろしく頼む。ええ、任せて。はい、頑張りましょう。言われるまでもないわ。じゃあ出発。お前が閉めるのかよ。お前が俺たちの手を取ってくれるか、そこに期待してるぜ、マイフレンド。それでこの通りがそうなの？ああ、俺の馴染みの店がある。それがバーとかならかっこいいんだけども、実際には果物屋だからな。いえ、馴染みのお店があるスバル君はとてもかっこいいと思います。リンガを片手にとても決まっています。決まるかな。リンガが小道具って昭和の俳優っぽくない？昭和よくわからないけど、きっとスバルならそれがよく似合うのね。はい、スバル君は昭和の名優です。通じてないようで通じてる。ねえ、寄り道はここまでじゃい。とにかく目的を達する。よし、頼もう。へい、いらっしゃい。ってなんだよ、お前らか。お前らかってのはまた随分なご挨拶じゃねえか。こう言っちゃなんだが、この数日間で俺たちはおっちゃんにとってのお得意様ってやつだろ。もっと乗客にサービスしねえと店のリピーターになってもらえねえぞ。聞いたことのねえ言葉を並べんなよ。ああ、まあ最初の一言は悪かった。やり直させてもらうぜ。へい、よっしゃい。今日はリンガ100個でいいか。いいわけあるか。わ、スゴー君仲良しなのね。はい、まさしく。スバル君は宿場の友と言っていました。相手の人がそう思ってくれてるか、僕には怪しく見えるけどね。それでどうした？今日はまた綺麗どころが増えてやがるわ。両手に花、そして頭にパックが今日の俺のスタイルだ。ただし遊びに来たわけじゃねえぞ。リンガは買わせてもらう。それとついでに頼みたいことがあるんだ。兄ちゃん、もしかしてリンガさえ買えばいくらでも頼み事していいって勘違いしてんじゃねえだろうな。言っとくが、俺にも仕事があるんだ。そうそうホイホイと兄ちゃんのやることに付き合っちゃられねえ。たとえリンガ100個買われてもだ。そうくるか。見てみろ、この新鮮な果物の数々を。こいつらが売られる機会を待ち望んでやがるんだ。俺はそれを裏切れねえ。
上がったらリンガだけ買っていってくれ。俺はこの果物たちを運命の相手に合わせる仕事があるんだ。なんかやたらとこっちの胸をえぐる言い方しやがって。あの、差し出がましいと思いますが、よろしいでしょうか、ご店主様。お、なんだい、メイドのジョーちゃん。こう言っちゃなんだが、この兄ちゃんは無理と無茶で周りを振り回す性格だぜ。悪いことは言わねえ。早めに別の主人を見つけた方がいいぞ。親身になったアドバイスをするなよ。なんか心が穴だらけになるだろう。ご忠告ありがとうございます。ですが、レムがスバル君から離れるなんて絶対にありませんから。罪作りな兄ちゃんだな。俺が判事ならこの罪で死罪だぞ。反感びいきも甚だしい。先ほどのご店主様のお話だと、こちらの果物を売り切る時間がなくなるからスバル君に協力できないんですよね。でしたらお店の営業をお手伝いします。その間スバル君のお願いを聞いていただけないでしょうか。ジョーちゃんが？はい、どうでしょうか。私からもお願い、店主さん。すごく大事なことなの。私もお手伝いできるなら頑張るから。レム、エミリアタン。やれやれ、見くびられたもんだぜ。お嬢ちゃんたちの気概は買うさ。だがな、商売をなめてもらっちゃ困る。商業街のこの通りに店を構えて数年、何年もかかってようやく定着した店でも未だに売り上げは安定しねえんだ。商売ってのは一朝一夕じゃねえ。それを甘く見てもらったら困るんだよ。